IEEE802.11S は無線 LAN 規格 IEE802.11 のメッシュネットワークに関する改定である。無線デバイスを相互接続して比較的固定されたトポロジー及び無線アドホックネットワークに使用できる無線 LAN メッシュネットワークを作成する方法を定義している。i e e 百二点一一 s ワーキンググループは大学や 産業界からのボランティアを利用してワイヤレスメッシュネットワークの仕様と可能な設計ソリューションを提供している。標準として文書は最終決定の前に何度も繰り返し改定された。802.11は無線ネットワーク伝送方式を管理する IEE 標準のセットである。802.11R、802.11ビット、802.11グラム、 802.11N、802.11AC 80の各バージョンが一般的に使用されており、家庭、オフィス、商業施設などで無線接続を提供している。802.11S は自己構成型マルチホップトポロジー上の無線対応メトリックを使用して、ブロードキャストマルチキャストとユニキャスト配信の両方に、 対応するアーキテクチャとプロトコルを定義することにより IEE802.11MAC 規格を拡張する。802.11S は実際のトラフィックを転送する 802.11R、802.11ビット、802.11グラム、802.11N、802.11AC のいずれかに本質的に依存する。 実際のネットワーク物理トポロジーに適した一つ以上のルーティングプロトコルが必要である。802.11S ではデフォルトとしてハイブリッドワイヤレスメッシュプロトコルに対応している必要がある。他のメッシュルーティング、アドホックルーティング、動的リンクステートルーティングや静的ルーティングに対応している場合もある。メッシュは多くの小さなノードで構成されている。 モバイルユーザーや高負荷が懸念される場合、ある基地局から別の基地局へのハンドオフが頻繁に起こる。それは802.11からだけでなく他のネットワークからもである。従って 802.11S とそれ以外の両方に従うノード間のハンドオフを規定する IEE802.21 が必要となるかもしれない。これはメッシュデッドゾーンを 最小限に抑えるためにより長距離の停滞域幅サービスが展開されている場合に特に発生する。メッシュネットワークでは特に一時的な利用者がサービスを受けている時にこれまで知られていない当事者によるネットワークアクセスを伴うことが多い。従って事前登録や事前のオフライン通信なしにこれらのユーザーを認証するために ほとんどのメッシュネットワークでは付属の IEE802.11 有機核が必要になる。先行標準のキャプティブポータルも一般的である。802.11S は2003年9月に IEE802.11 の研究会として始まった。2004年7月にタスクグループになった。2005年5月に提案要請が出され、その結果、 15の提案が提出され、2005年7月に投票にかけられた。一連の除去と統合の末、提案は C メッシュと Y メッシュの2つまで絞り込まれ、2006年1月に共同提案となった。この統合案は2006年3月の全会一致の投票により、総案 D0.01 として承認された。この総案は、 非公式のコメント解決を通じて発展し、2006年11月にドラフト D1.00 としてレターバロットに提出された。2008年3月にドラフト D2.00 が提出されたが、61%の承認しか得られなかった。2009年3月に WG の承認を得たドラフト D3.00 が作成されるまで1年間の説明と整理に、 費やされた。タスクグループは2009年5月の802.11会議の目標は新しいレター投票からのコメントの解決を開始することであると述べた。2011年6月に TGS ドラフト12.0に関する5回目の最循環スポンサーバロットが終了した。ドラフトは97.2%の承認を得た。 2012年版の802.11仕様にはメッシュルーティング機能が直接組み込まれている。802.11S の IEE ページはその仕様が置き換えられている。範囲外のノード1から4が依然としてインターネットに接続できるようにする無線メッシュネットワークアーキテクチャ。重要な特性はマルチホップリンクが存在し他のノードへのパケットを中継するために 中間ノードを使用することである。802.11S 無線メッシュネットワーク装置はメッシュステーションまたは単にアドホックノードとしてラベル付けされている。メッシュ STA は互いにメッシュリンクを形成し、その上でアドホックモバイルルーティングプロトコルを使用してメッシュパスを確立することができる。このアーキテクチャの重要な側面はマルチホップ無線リンクの存在と 他のノードを経由して、宛先ノードに向けて、パケットをルーティングすることである。802.11S では、デフォルトの必須ルーティングプロトコルが定義されているが、ベンダーは、他のルーティングプロトコルを使用することもできる。HWMP は、オンデマンドアドホックルーティングアプローチと、ツリーベースのルーティングを使用するオーディブの組み合わせに、触発されている。 オンデマンドアドホックルーティングの例はダイナミックソースルーティング及びアスシャティバティ、ベースドルーティングである。オーディブの経路探索及びローカライズされた経路修復アプローチはアスシャティバティ、ベースドルーティングと同じである。先行研究ではこれらの様々なルーティングプロトコルが詳細に議論し比較されている。メッシュ STA はネットワーク内の他のデバイスと通信するために メッシュサービスを使用する個々のデバイスである。また、802.11アクセスポイントと連携して、メッシュネットワークへのアクセスを幅広い市場で利用可能な802.11ステーションに提供できる。また、メッシュ STA はゲートウェイの役割を実装し、一つ以上の802.11以外のネットワークへのアクセスを提供する802.11ポータルと連携できる。 両方の場合において、802.11S は、エンドポイントが外部アドレスを認識することを可能にするように、非メッシュ802デバイスにアドレス指定サポートを提供するためのプロキシメカニズムを提供する。802.11S には、確定的なネットワークアクセス、服装制御及び省電力のためのフレームワークを提供するためのメカニズムも含まれている。メッシュにおいて、 クライアントとサーバーイニシエーターとレスポンドのような役割は存在しない。したがってメッシュで使用されるセキュリティプロトコルは一方が他方を開始できる、または両方が同時に開始できる真のピアツ2ピアプロトコルである必要がある。ピア認証方法ピア間では八百二点一一 s は安全なパスワードベースの認証キー確率プロトコルであるサイモルテイニアス。 オーセンティケーションオブイコールズを定義する。際は、一時巡回群、または、大円曲線になることができる有限巡回群を使用したディフィー・ヘルマン鍵交換に基づいている。ディフィー・ヘルマン鍵交換を使用する上での問題は、それが認証メカニズムを持っていないということである。そのため、結果として得られる鍵は、認証問題を解決するために、 事前共有鍵と両方のピアの MAC アドレスの影響を受ける。ピアが互いを発見すると、それらは再交換に参加する。再が正常に完了すると、各ピアは相手方がメッシュパスワードを所有していることを認識し、再交換の副産物として、二つのピアが暗号的に強力な鍵を確立する。この鍵は安全なピアリングを確立し、 ルーティングトラフィックを含むメッシュトラフィックを保護するためのセッションキーを導出するためにオーセンティケイテッドメッシュピアリングエクスチェンジとともに使用される IEE802.11S、e、の修正は Open8211S、Alpuc などの多くの製品で対応している Open8211S では32ノード以下のより小さなメッシュに対応している いくつかのプロジェクトは以前のドラフトバージョンに基づいている。802.11S ドラフトのリファレンス実装はバージョン2.626以降、Linux カーネルの Mac8211 レイヤーの一部として入手可能である。多様なディストリビューションを持つ Linux コミュニティはハイブリッドワイヤレスメッシュプロトコルのようなプロトコルのための意思テスト環境を提供する。 ルータ向けの Linux ディストリビューションである o p a n はメッシュネットワークに対応している。f r e e b ド s d では f r e e b ド s d 8.0から 802.11S ドラフトに対応している。Google Wi-Fi ルーターは8 0 2 1 1 s メッシュネットワークプロトコルを使用している。ありがとうございます。